皆さんこんにちは、今県でございます。こちら見えますでしょうか。大関霧島関ということで、私両国国技館に応援に参りました。今日は初日、昨日応援に来て2日目ということで、寒風吹きすさむ中、寒いっすよ、風がね。じゃあ両国国技館入りましょうかね。どんなんかなかなか皆さん分からないでしょ。分かる、これもぎ入れて、この切符を持ってね行きます。はい、どうぞ。あ、17番の案内で、はいはい、 OK です。はい、はい、はい、ということで皆さんこれです。両国国技館、今からねお茶屋さんに行くんですよ。案内所っていうのね、お茶屋さんがついてますから、それで伺いたいと。僕が行くところ、これは藤島屋というところで、すごいですよ。あ、これお茶屋さん、こう並んでるでしょ。こんにちは、まあ、はい、西野61です。じゃあ、こんにちは。はい、少々お待ちください。大丈夫よ、分かってるから。もう大丈夫です、はい、大丈夫。また、え、おりんも飲み物缶チューハイもう持っていってる、うん、だそうでしょ、うん、じゃあ大丈夫、大丈夫、うん、はい、じゃあ行きましょう。はいはい、こういう案内をしてもらいながら、とりあえずどうで最終中に7分いってる。あ、本当、はい、はい、大丈夫、大丈夫よ、よく飲むから。でも今日遅めやからそんなに、うん、でございます。ねえ、いっぱいですよね。はい、ねえ、そんな感じでございます。正面、正面、正面ですよ、正面ですよ。さてと、とりあえずね、席のとこまで行きますね。そこまで皆さん、西の61、西の61、はい、すいません。そうやね、西の6の1、大相撲です。みんなが盛り上がってます、飲んでます、始まってますね、中入り後の相撲が。よいしょ、よいしょ。西の6の1、多分ね、角なんですよね。テーブルはみんな盛り上がって飲んでますと、うん、よいしょ。どうですか、よいしょ。声が入ってますか、皆さん。よいしょ、いましたね。呼び出しは龍一です。昨日より広いね、はい、今日は2日目ということで、霧島 vs 高安ですね。で、高安、高安、うん、今日ね、ちょっとね、左脇腹痛めてるんだって。霧島、あ、さあ、霧島大変なんですよ、これ。今ちょっととりあえず回しとくよ、霧島。
俺と新井さんの顔で分かると思うのに。新井さんもね、霧島が若かりし頃はちゃんこに継いでもらってますから。マギ言ってない頃ですよね。まだ言ってなかったよね。おかげさまで80年村上工業株式会社霧島市地理課1号ホール村上工業株式会社は高安さんのもしかしたらあれかも。 ICT で理想を実現する株式会社ユーマイジー。いやー頼むよ、先場所負けてるから。霧島今場所ね、お稽古でね、3番取ってね、2回負けてるんです。はいはいはい。霧島高安。時間か時間か、まもなく。よし行け。霧島勝ちました。ああ、よかった。